これ美子アジ線で釣ったマアジ、それとこちらはデカサバ、これもデカサバの尻尾、それをねこのようにみりん干しにして焼いて食ってみようっていう、そういうことでな晩酌の時間がやってまいりました。結構まあほらうまく焼けたよ。みりん干しって結構さ焦げやすいんだよね。私はねでもみりん干し好きでな、特にあのサバのみりん干しな、あれは買って食うことも結構あるんだけど焼くの難しいよね、なかなかね。まあでもね今回はねまあねうまく焼けた方じゃないかな。ちょっとねまず見ますかな、みりん干しのこの皮の方がね結構ね皮の方から焼くでしょ。だから皮の方ほらね、まあなんとなくうまく焼けてるでしょね。こっちもほらサバね、これ早速ね食ってみましょう。アジねあまり油の乗りはなかったね、まあ、アジはねさばいてみるとさばいてるときに大体わかるよね。魚みんなそうだけどね、さばいてるときに油が乗ってるやつっていうのはもう包丁がギトギトになるしね、アジの場合は特に内臓が脂肪がいっぱいついててなんか白っぽいよね、あの油が乗ってんのはね。今回のなんかちょっと黒っぽかったから結構ね半日朝から夕方まで干したんだけど、まあちょっと干し加減が少し干しすぎって感じ。こう片手でやるから特になんだよな、私の場合片手だからさ、ね、片手カメラだから、こっちからやった方が食いやすいわ。ほら焼きたて、わー美味しそう、熱そう。じゃこれいきます。うん、うまいでもうまいよ。うんね、油の乗り方ちょうどいいっていうか、ちょっと油があまり乗ってないやつの方がこういうのはいいのかもしれないけどね、干物はね。うん、うまいうまいよ、うまい。うん、このぐらいの大きさのやつは干物でもね食いやすいからいいよね。小骨なんて全然当たらないしさ。うん、まあアジはね骨柔らかいからね、うまい、これうまい。うん、メインチャンネルの方ではもっとずっとでかいやつを刺身で食ったんだけど、まあアジはねまあよくでっかい味は大味だとか言うけど、大きいなりに油はちょっとは乗ってたね。でもあまり乗ってなかったけどね。うん、まあでもこのちっちゃいのよりかはちょっと油があったような気がする。うん、ちっちゃいのはでもねこういう風にすると美味しいわ。うん、普通の干物も美味しいけどね。うん、うん、なんかこのみりん干し、このみりんの甘さというかね、これがなかなかね、ごまも一応くっつけてみたんだよ。よく売ってるのにはごまがくっついてるからさね、なぜだか分からずに、ごまのでも風味って出るのかな、少しあんのかな、なんかあまり味か分かんないんだけど、いきます。うん、うん、ね、うん、うまい、うまいよ。いや、ちょっとこれこっちこにこにするか、うん、うん、でサバはね油すごい乗ってたよ。うん、これさばいて塩サバ用と幽庵焼き用と、それで幽庵焼きはねまだね冷蔵庫の中に幽庵地っていうのは漬け汁の中に入って使ってんだけどね、ちょうどこれと同じ構成で幽庵焼き用のやつも作ってんだよね。あれはまた後だな、後日で。このサバな、すごい油乗ってた。メインチャンネルの方でこれのなんだあのしめサバあのできちゃったんでさ、30分でできちゃうやつだから、サバね、あのしめサバが食ってみたんだけど、なんかねアジのお刺身よりも全然美味しかった。サバすごい油乗ってた。これもこのほら釜のとこっていうかな、うん、この辺だから油乗ってるはずだ。うん、うまい。やっぱりサバの方が冬はさアジより美味しいね。うん、釣って食うやつな、うん、釣って食うのは、うん、うまいよ。うん、こっち尻尾、サバの一番尻尾のとこ、うん、これもほらもうねしめサバとかにさ調理するのはちょっとあれかなと思ったから、ない方がしめサバとか作りやすいんだよ。うん、ほんで切ったんだよ。うん、そうだ、これはこういう風にして食ってみようと思ってね、三角のとこ、これね、いきます。うん、うまいよ、これうまい。一応なこれな、うん、うまいってバクバクと随分食っちゃったけど、うん、作るところはねな大雑把ではあるけどね、一応ねビデオで収録してあるんですよ。でこちらの方はまあサブチャンネルの方で持って食う料理を作るんだけど、こっちもねついでに鱗は取ってしまいましょう。サバはそうだな、これは幽庵焼きとか、まあ、しめサバとかも作りますか、それとかついでだから、そうだな、これ全部幽庵焼きにするのもあれだし、しめサバ全部っていうのもあれだから、みりん干しでも作ってみますかね、そんなのね。まあ、これはサブチャンネルの方ね、こんな感じで、まあ、鱗をこう取ればいいんじゃないかな。こっちの中味の方も同じだね。うん、じゃあこの鱗落としたこのサバね、サバはね
まあ、みりん干し、幽庵焼き、あとしめ鯖、それとか、まあ、塩鯖なんかもいいやね。なるべく身をいっぱい残すようにだね。まあ、この辺はこうね、やっぱりしみったれおろしで、そしたら頭バサッと切らないで、この調理バサミでこの辺をこう切ってさ、ね、こういうふうにして、エラをまずここから切り離して、ね、そしたら、まあ、この辺は切ってしまってもいいか、こういうふうにね、こんな感じ、これちょっとここで切り離すか。頭はさすがにもういらないわな、うん、そうしたらこれ内臓先に取っちゃいますか。調理バサミでやっぱりここ切って、結構お腹パンパンだよね。なんかね、餌いっぱい食ってたのかなこいつ。どうなんだ、ちょっとお腹の中拝見。ほらこんな感じ、白子みたいのが入ってる。こういうふうにして、これをね、そっと出して。どうかな。ほら、内臓。よっ、なるべく内臓崩さない方がアニサキス入ってたりするからね。ほら、ほら、取れた。内臓。これ、白子じゃない？白子。ね、白子かな？それとも、わかんないな。なんか、もしかしたら内臓の脂肪かもしれないし。うわ、ここになんかいっぱいいろんなものが入ってる。まあ、見たとこ、アニサキスは、このサバにはいなそうね。じゃあこれは捨てちゃいましょう。そしたらこちらのお腹の中ね、これはねちょっとね流水できれいに洗った方がいいかもしれないですね。こんな感じでね、お腹の中きれいに洗いました。そしたらね、これね、まあとりあえずやっぱり三枚おろしにしますか。まずはこんな感じで2枚おろしね。ではこの背骨を取り去りましょう。はい、これで3枚おろしになりました。じゃあこの背骨のとこはね捨てちゃいましょうね。そしたらですね、まあこれね、まずこの辺のほらヒレとか骨がついてるからね、ここね、ここはね幽庵焼きとかに使えたらいいと思いますよ。ここもほら骨ついてるからね、こういうところだから残して、このぐらいかな、こうほら切って、ここ幽庵焼きね、まあ、ついでだからこっちもあんま身がないからね、ここも切って、もうこのぐらい、これも幽庵焼きね。そして同じようにこちらもこの辺ね切ってしまって、これも同じく、まあ幽庵焼きかみりん干し、まあどっちでもいいやな、うん。こんな感じでね、こっちも幽庵焼きかみりん干し。そしてこれ好みはまあしめ鯖とか、こっちね、これも塩鯖とか、要するに焼き鯖ね、にすりゃいいんじゃないかな。そしてこっちの中味ね、これはまず幽庵焼き用っていうのはもう頭はまあいらないよね、お飾りだけだな、ただのな、食わないから頭取って、これで内臓取りゃいいんでしょね。内臓取ってしまえば、
まあ、こんな感じでね、内臓をほらこう取り出して取った。そしてお腹の中まあきれいに洗ってな。こんな感じでね、お腹の中きれいになりました。そしたらね、幽庵焼きの漬け汁、まあ、幽庵寺に漬けるんだけど、まあこうヒレとかさ、もう焼くとき邪魔くさいから、こんなの先に切っちゃったらいいと思うんだよね。別に料亭で出すわけじゃないんだから、自分で食うんだからね、こういうの取っちゃった方がいいと思う。ね、こんな感じ。それでまあ皮目にちょっと切れ込み入れれば、あの幽庵寺、要するに幽庵焼きのあの漬け汁がよく染み込むようになるんじゃないでしょうか。こうやってほらね、でゼゴなんかねついててもいいよ、ね、もうついてても、でもついてるのが嫌だったら、ここ、こういうふうにして切ってね、こういうふうにすれば取れるからさ、こういうふうにほら、こういうふうにすれば、まあ、取ればより食いやすくはなるわな。反対側も先に、じゃあここ取っちゃうか、ここ切ってさ、それでこういうふうにね、取れた。それでここに切れ込みを少しだけこう入れれば、これで幽庵寺に漬けりゃいいんじゃないでしょうか。じゃあもう一個ついでにね、アジのこのみりん干し。みりん干しはただの干物だからね、干物。ね。だから頭これもいらないからさ。だからいらないんでって感じで頭こう切っちゃって、背開き。このまま背開き。背開き。こういう感じで背開き。で、内臓を取ってね、この内臓、真ん中に内臓があるからさ、これを取って、それで、うん、みりん干しって何、醤油とみりん、醤油とみりんにつけてから干物にすんのかね、でしょ。だからこれほら取れた、まあ、ほらこんなで、こんなでいいんじゃないの。これでみりん干し用にさばくことができました。そしてこれ、醤油とみりんにつけておいたこのアジの開きとサバの切り身、これね、昨日さばいて、まあ一晩こうこの状態でもって冷蔵庫に入れときました。まあ一応ね、こうビニール袋に入れといたんだけど、なんかちょっとほら、ああ漏れてるね。じゃあこれね、出してな。で、ちょっとこの液はキッチンペーパーで拭いて、それからこの焼き網、この焼き網の、でっかいこのバーベキューの焼き網の上に並べて、こう干すんだけど、なんかさ、このみりん干しっていうのはどういうわけだか、この煎りごまっていうか、このごまがついてんだよね、ごまがね。なんでごまがついてんだろうって、昨日ね、釣りの帰りに名人 A さんって話しながら帰ってきたんですよ。私はね、目印じゃないのって言ったんですよ。普通の干物とほら、並べておいたときに、わかるように、ね、ごまがついてる、ああ、こっちがみりん干しだって。そしたら A さん曰く、そんなの色でわかるでしょって。まあ確かにそうだよね。みりん干しの方が茶色いもんね。で、結局、なんでつけるんだろうって不思議だねって、結局ね、結論は出なかったんですよ。だから誰か知ってる人がいたら教えてほしいんだけど。じゃあね、まずこれをね、こう、袋切って出しましょう。で、このごまはちょっと避けといて。はい、これ、だいぶね、なんか、穴が開いたね、やっぱね。たぶん、税後のとこか、あとはこの頭の切り口のとこかもしんないね。かなり液がね、こうね、滴ってるからね、これはね、キッチンペーパーで持って、こうね、キッチンペーパーで拭いてから、そうね、拭いて、拭いてから、この切った面を上にして、網の上にね、並べりゃいいんじゃないかな。それで、この、並べたこの上からごま振りゃいいんだよね。じゃあね、こんな感じで並べ終わったんで、これね、このごまね、ごまを、じゃあまあ、ちょっとね、結構でもいっぱいかかってるのかな。うん、少しは風味が違うのかもしれないけどね、焼いた時のなんかごまがこうパチパチって弾けて風味が良くなるんだよとか、こんなでいいかね、こんなでかけすぎてもまあで取れちゃうだろうからな、まあ、こんなでいいや、こんなでね。じゃあまあこんなことでね、これでもってまあそうだな、夕方まで天日干ししますかと、まあこんな感じでね、こんな感じでもってね、作ったんですよ、これね。なかなかでしょ、なかなかでしょね。うん、でもうまい、これこっちからこういう風にするとなんか取りづらいんだな、これな。なんでだろうね。こっちからこういう風にしてやると、わりかし取れる。わりかし取れるね。取れる。うまい、でも、本当に。なんか、おい、はい、いきます。ね、食ったらまたこれ、戻っと。うん、なかなかうまいな。うん、うまい。だな、うまいなって、ずいぶんバラバラ食っちゃったけど、うん、これ酒飲みましょうね。今日はね、お酒はね、これだよ。これ、御嶽。これは焼酎ね、屋久島、屋久杉で有名な、あの縄文杉で有名な屋久島の地焼酎っていうんですか、御嶽本格焼酎、これをな、お湯割りでいただくことにいたしましょう。ね、この怪しい
怪しい子のグラスでな。ノロソフのグラスで。なんだ、このぐらい入れて、ここに熱湯をダダダダってこれほら、まあ、こんなでいいか、ね、こんなでいいな。じゃこれでちょっといただきますね。いただきますね。いただきますね。うん、芋だ、芋。うん、なあ、うん、でもね、やっぱ、同じこれ、鹿児島だよね。うん、屋久島って鹿児島だもんね。でも、芋の香りが違うね。やっぱね、あの、白波とかね、あのとはね、うん、ね、薩摩白波とかとは、うん。使ってる芋が違うのかもしれないけどね。離島っていうと、やっぱ芋なんだよね。どうしてもね、あの、お米もできなくはないんだろうけど、やっぱり平らな土地がないからかね。で、芋っていうあのさつまいもっていうのはサーフなんだってね。そういうふうに聞いたよ。さつまいもは砂地ね。あれはまあ昼顔の仲間だから砂がやっぱり好きなのかな。うん、のでやっぱり離島はどこ行っても大体芋焼酎が多いかな。美味しいっすよこれね。ここは屋久島っていうのは確か雨が多いんだよね。すごい雨が多いんだよね。雨が多いからこそあの縄文杉があんな長いことを生きてられたって、そういう話聞いたことあるんで、ああ美味しいっすよこれな。美味しい、うん、ああそういう縄文杉の島かって思って飲むとなかなか、うん、味わい深いものがあります。でも縄文杉のくせして、ここにはほら、これ縄文杉じゃない、バナナじゃないか、これバナナ場所なんかそういう葉っぱだよね。縄文杉も、あ、ここにあるか、あ、ここにあるな、これが縄文杉か、これが なんかよくわかんないけど、富士山みたいの絵も描いてあるし、これはあの屋久島の一番高い山なんだろうな、一応そのつもりなんだろうと思うけど、あそこ確か九州のくせして雪降るんだもんね、うん、山頂にな、確か千何メートルあるんでしょ、なんかすごい高いんだよな、山な。あ、うまいうまいうまい、いや、うまいよ。でもこれで、あのほら、まだ幽庵焼きあるからな。幽庵焼き、幽庵焼きはあれは、まあ、幽庵寺につけてるやつあると長いこと持つんだよね。この前の何だったっけ、あのカマス、カマスか、あれも3日ぐらいつけといたけど全然ね美味しかったもんな。だから今回のこれもまあね、あのまだちょっと先になるかもしれない、うんうん、やっぱり、うん、みりんが、酒が入ってるからね、アルコールがね、それと柑橘系のあの酸味が腐敗を防止するんだろうな、きっとな。でうちの場合は特に、うん、ビニール袋で密封しちゃうからね、アルコールが飛ばないから余計雑菌が繁殖しないのかもしれない、うん、ね、冷蔵庫の中でも丸2日ぐらい寝てるかな、うん、で、あと1週間ぐらい寝かして、気が向いた時に食ってな、うん、食う時にはまたビデオ収録しますんで、そしてね、こっちのサブチャンネルの方で一応紹介はさせていただきますと、ね、そういうことで、うん、ここの手具合な、このな、ここのとこ、この手具合、ここ、ほら、税後のとこ。税後ね、結構ね、こういうふうにして食うとね、取らないで。で、こう食うとバリバリしてて美味しいんだよね。このぐらいの大きさのバリバリしてて。この骨のとこはね。うん。そう。上品な干物とかはここ取るんだろうけどさ、取らない。あ、これなんか、なかなかこの、箸力が必要だね。箸の力。片手で箸をこう操作する技術力を要するな。技術力要するぞ。こういうのほら、片手にカメラ、片手に箸、そうだな、箸の双方がかなり熟練していないとこういうのは片手で撮影しながら、撮れた撮れた、なんだかんだ言いながら撮れたよ、ほらすごいだろうな、これ。じゃこれを食ってこの動画終わりにします。いきます。うん、うまい、うまいよ。なんかバリバリして、本当これバリバリしてて美味しいね、このね、うん、でも、うん、うん、バリバリ、うん、ここのとこにもほらトゲのあるとこだっこな、うん、何？まあ、税後食ったんだから終われって、まあそうだな、確かさっきそう言ったような、税後食ったら終わりにしますとか言って、うん、キリのねやったんかな、うん、うまいこれ、うん、味つったらこれ作ってみな、うん、うまいからね、作ってみな、本当に美味しいよ、うん、これ、じゃあこれ食ったら本当に終わりにします。骨だらけ、いきます。うん、でもね、全然食え、全然食える、うん、食える、ね、うん、まだもっとこの辺食いたいんだけど、この辺もな、いいや、もう、2回も終わりにしますって言って、3回目やったら、なんだあいつって言われちゃうからさ、しょうがねえな、うん。ということで、うん、今回のこの動画終わりにしますけど、うん、次そうだな、うん、またあの、ほら、ね、これと同じ構成で、うん、夕飯焼きもあるから、ね、それを食うときにお会いしましょう、ね、
ということで今日の動画はこれにて終了です。それでは皆さんさようなら、ごきげんよう、夕飯焼きで会いましょう。